中立比下出る方ン駅中立比下出る方圏駅中立比下出る方圏駅中立比下出る方ン駅の歩行者通路中立比下出る方ン駅はスイス中立比市にある13のスイス連邦鉄道の鉄道駅のうちの一つである下出る方ン駅は中立比中央駅と並んで中立比 S バーンの重要な結節点であるさらに チューリヒの路面電車の乗り換え店でもあり、メーターゲージのフォルヒ鉄道も、シュデルホーフ広場まで乗り入れている。さらに駅には、年中無休のショッピング通りがある。1894年に、レヒツフリーゲチューリヒ税線がラッパースビルから、メーレンを経由して、ティーフェンブルネン、さらに、リーシュバッハトンネルを通って、シュタデルホーフェンまで開業した。路線はさらに、レッテントンネルを経由して、 チュ中立ヒ列店駅へ向かい、そこからリンマット地区を大きくカーブしてチューリッヒ中央駅へ向かっていた。1991年のチュッヒエスバーンの運転開始に伴い、列店トンネルは閉鎖されて列車は伏線のヒルシェングラーベントンネルを通って直接シュタデルホーフェンへ向かうようになった。駅には3つの番線があり、2つの路線が乗り入れている。 単線の路線が昔からあるリーシュバッハトンネルを抜けて、ティーフェンブルネン、ラッパースビル方面へ向かっており、新しい伏線の路線がチューリッヒベルクトンネルを通って、シュテットバッハへ向かって、ビンタートゥール、ウスター方面へつながっている。駅舎は1884年に古典様式で建てられたものが、現在も使われている。これに、有名な建築家、 サンティアゴカラトラバによるコンクリートと鋼鉄製のプラットフォームの屋根が組み合わせられている。駅脇の商店街や山側のホームに通じる出口にある夜間の閉鎖に備えた折りたたみ式のゲートが特に印象的である。チューリッヒエスバーンにおいて下出るホーフェニ駅はを3つの番線で8つの S バーン系統を処理しており、1系統1時間あたり約4本の運転で、 1>, 1時間あたり28本の列車が走っている。ラッシュアワーにはこの数は1時間あたり40本まで増加する。シュタデルホーフェニ駅は中立比 S バーンの導入のために拡張されており、もっぱら S バーンの列車に使用されている。どの系統も毎日運行であり、30分間隔で運行される。S15 系統だけは平日のみの運行で、運行時間も20時までである。 駅舎前の下出る抱負広場からありがとうございます。